こんにちは、イーパです。今回は久々の野鳥観察動画ということで動画の撮影していきます。新しく野鳥の解説動画のチャンネルを作って、ちょっとそっちにね専念してたんで、この野鳥観察日記の方で動画投稿してなかったんですけど、またそろそろちょっとずつね再開できたらと思いますんで、よろしくお願いします。野鳥の解説動画のチャンネルの URL 概要欄に貼っときますんで、知らなかったって方ね、ぜひ見に来てください。もう10本くらい投稿してると思うんで、動画1本1本のボリュームも結構あるんでね、よければ登録よろしくお願いします。じゃあ野鳥観察いきましょう。レッツゴーナトさん風にやってしまったわ。対戦よろしくお願いします。何がやあ、カラス来た。何やろ、ブトさん、ボスさん、どっちかな。映像には映ってません。アオサギのもうちょっと右側。あ、ダイサギも来た。ダイサギも来たけど、これ映ってねえなコシアカツバメもめっちゃ飛んでんですけどね、これ撮るのはなかなか難しい。アオサギ先輩撮りながら、アオサギ先輩じゃない鳥の話をするというね、いいパでございます休んでんのかな、青崎先輩。魚狙ってる感じではないですね。魚がいる水面に届く高さでもないもんな。ちょっと横のカラス行ってみますか。あ、頭かいてる。あ、カラスも後ろから回すんや、翼の。頭かきかきの時の足ね。このカラスは足細カラス。1羽だけですね。なんか下から出てきたから水浴びでもしてたんかな。あ、でもなんか水浴びしてた感はないよね。じゃあ違うな。カラスの解説動画を作りたいんですけど、ちょっとねまだ素材が足りないんですよね。映像が足りなくて、撮りたいカラスもまだ映像撮れてないもおるしな。飛んだ。ダイサギは向こう行っちゃったんですけど、コサギが来たんで、コサギ見てみましょうか。もう今年かな、去年からか、サギにめちゃくちゃハマってしまって、ことあるごとにサギの観察してますけどね。笹鯉初めて見たあたりからか、去年の夏やな。サギが面白くて、サギの解説動画はそろそろ作ります。なんか魚を捕らえる姿とか、そう、この佇んで羽繕いしてるのもそうですし、他のサギとの争いとかね、見てるとなかなか面白くていいですよ。サギ、白石類と、おそらく奥にコチドリと思われる鳥さん、ちょっと離れてますね。ハクさんもハズクロイ、コチドリもハズクロイ。今シギチの渡りのシーズンが来てるんで、他にもなんかシギチ出会えるかもしれないですね、とか言った時にはもう出会えへんからなよしよし、チュンです。かわいいなあー、かわいすぎる。チュンチュン。ええー、なー、ずっと見とけるわチュンは結構おった。あ、結構おるやん。実は乳内チュン混ざってたりせえへんかな。あ、なんかしてる取れてしまいましたよこの動画投稿してなかった数ヶ月間、こっちのチャンネルで動画投稿してなかった数ヶ月間、
結構いろいろありまして、なんだろうな、まずレンズキャリアを買ったあのオープニングでちょっと映っとったかもしれないんですけど、レンズキャリア、そのカメラ持ち運びやすくするために、なんか写真載せとこ、説明難しいわこのレンズキャリアがめちゃくちゃ快適で、前までそのカメラレンズつけた状態で1日単調したらもう体痛かったんですよ。レンズキャリア使うと痛くないもう最高、快適すぎる。これはね、買った方がいいです。あの超望遠使ってる人はマジでおすすめ。知らん間にスズメ近づいてきてた。うわ、めちゃくちゃ可愛いやん、やばいなこれこの動画は素晴らしい。写真も撮りたい、サムネイルチュンにしたいな。めっちゃ可愛いやん、イネ科好きそうやな人が来た、飛んじゃうかな、しゃあない。ランニング頑張ってください。ありがとねチュン、写真も撮りたかったけど、あ、でも戻ってくんじゃね、だってイネ科大好きだもんほら、じゃあちょっと写真撮らせてもらいましょうかね。 OK、 ツバメ映せた。めっちゃ久しいな、この夏初めてちゃうかな、スズメ映したの。スズメちゃうわ、ツバメなツバメ飛んでることが多くてなかなか映せないんですよね。あー、しっかり映せた。これから渡りですね。大変だな。また来年も帰ってきてくれたら嬉しいですね。よっしゃ、しっかり撮らせていただきました。またね。あ、コシアコ来た。この何とも言えない感じ、コシアカツバメがいるんだが、あーちょっと厳しいが、待ってみるか。とりあえずコシアカツバメとは分かりますね。うん、よいしょ、 OKOK、 コシアカさん行っちゃった。よっしゃ、今度はじっくり撮れそうです。カルガモさん、欲境が綺麗やな。欲境拾いたいんですけどねあれ風切りですよね確か。あら、行っちゃいますね。めっちゃ雨降ってきたんで中断してます今日雨予報ちゃうかったんやけどな。今日の野鳥観察このまま終わりもありえます動画時間、残りの動画時間見て短かったら終わりですね雨やんだんすけどちょっと暗くなってしまったな。これは限界かもしれない、というか限界なので今回の野鳥観察動画はここまでです。あのサムネイルは多分スズメになってると思います。超可愛かったあとは僕の真下にある羽が拾えたらよかったんですけど、これね、そう、羽拾ってるんです動画で羽の説明とかするときに使えるかなと思って。これはサギの羽だと思うんですけど、うん、やめとこ、危なそうやじゃあ今回の動画はここまでとなりますが、野鳥の解説のチャンネル立ち上げてますんで概要欄に貼っておきますね。まだ見てないって方ぜひ見に来てください。それでは動画ご視聴ありがとうございました。